再開です。一旦腕伸ばし死にかけか。どこで手出せんのこれ。次のアップデート期待してます。カプコンさん、結論、ダルシムは流行らなくていい。グッドモーニングエブリワン。俺は悲しんだ、俺はすごく悲しんだ。みんな見た、ストリートファイター運営から出てる悲しいツイート。悲しいツイート見ました？みんな、俺が隠立したやつマジで悲しいんだよ。みんなこれ見てくれよ、これキャラクター使ってる確率みたいな。これ見て、ダルシム最下位です。どのランク帯でも最下位です。ランクマッチの対戦合計が 20% とかなのに、ダルシムは最下位です。全てどのランク帯にも。これを見て私は悲しくなりました。非常に非常に悲しくなりました。俺が使ってる一応メインキャラのこいつがこんなに低いなんて。初心者ですがダルシムと当たったことがありません。はい、そういうキャラクターなのです、ダルシムっていうものは。なので今日は久々にダルシムやって、ダルシムかっこいいんだぞってところを見せようかなって思い、今ここにいます。私は一旦 1766MR スタートで。なんでこんなにも人気がないのだろう、ダルシム。なぜこんなにもこんなに人気がないんだ。不思議でしょうがない。はい、一旦腕伸ばして死にかけか。一旦死にかけか。一旦死にかけか。一旦なんなら死ぬか、これ。まあ一旦死亡か。まあまあまあ、飛びが通っただけだから。ただいやこんなこと、こんなこと、こんな適当にやられて全部の技負けることある？手出せねえ。舐めやがってよ。あいー、こんな玉抜けだけでやられてたまるかよ。どこで手出せんのこれ。え、意味わかんなくない？は？無理ー。インパクトとかこすっていいんかな。もっと無敵技があればね。次のアップデート期待してます。カプコンさん、次のアップデート期待してます。マジで。うるぅ。言うて勝率はいいんだよな。なんで勝率いいか知ってる？使ってる人間が少ないからなんだよね。だから負けてもいないんだよね、実は。言うて負けも割合で見れば負けてんだよ、ダルシム。でも使ってるやつがいなさすぎて、そもそもその割合の意味がないんだよ。母数が少なすぎてな。だから勝率とか言ってるやつは浅い。マジで浅い。母数が違いすぎて初心者がいないからね。足遅すぎ、ダルシム。足が遅いよ、ダルシムくん。疾風戦しんどすぎて無理。どんな当たり判定してんの。なめんじゃねえぞ。ブチギレ、ブチギレインパクトきた。やっちゃった。
それそんな、なんでそんなテレポが弱いね、弱すぎる、あまりにもあまりにも貧弱。いやそうなんだね、結局でしょ、ダルシム大会も言うてでしょ。なんか今一番きつい気がする、ダルちゃんは。なんかいろんなキャラが強化されてんのに何も変わってないから、シンプルにこの前のアップではきつくなっただけだよねみたいな。撃ってくる。うわ、やる。はあ、おもんな、クソおもんねえや。適当に OD ぶっぱしやがってよ。まあ一旦使いましょう。いいただきます。ふう、今の対空間に合わないのマジでどうすりゃいいねん。マジでどうすればいいね、今の間に合わないの。はなんだこいつ、クソの目プッシュくるやん。もうクソつまんねえ、クソつまんねえ、つまんねえ、クソつまんねえ、クソつまんねえ、クソつまんねえ。もっと強くしてくれ、楽しいキャラがしたい、やりたくない。もうダルシム、どうしよう、流行んなくていい、こんなキャラもういい。結論、流行んなくていい。結論が出ました、ダルシムは流行らなくていい。こんな気持ちになるぐらいなら誰も使わない方がいい。以上。